はい、どうもこんばんは。今日は金曜日ですね。3月5日かな。で、まあ今までちょっとね営業してたのでニュースとか全く知らないんですけど、おそらく緊急事態宣言が2週間の延長になったんだろうと思うんですけどね。で、まあそんなネタもないんですけど、ちょっと軽くね少しだけちょっと喋ろうかななんて思いまして、濡れてっかな、大丈夫かな。で、まあいろいろとね言われてますけど、オリンピックのこととかね。で、うちらの、まあ、飲食業の話なんですけどね、まあ飲食店って一口に言っても、まあ、食べるのがメインの、まあうちなんかはどっちかというと食べる方ですよね。それから、まあ喫茶店みたいな、今でいうカフェですかね。それから、まあお酒主体の、お店と、まあいろんなパターンがありますけど、今なんかね、結構ほらカフェ的なとこが結構いいらしいんですよね。で、別にそれを見越してってわけじゃないんですけど、なんか今、なんとかコーヒーとか結構チェーン店がいろいろあるじゃないですか。で、たまに、昼間なんかちょっとこう、休みの日に、めったに行かないんですけど、行くとね、結構お客さんやっぱり入ってるし、いろいろとメニューも豊富なんですよね。食べ物のメニューなんかも。そんなんで、まあそういうところ結構今いいんじゃないかななんて思うんですけどね。まあそれに引き換え、まあいわゆるお酒主体のところはもう最悪ですよね、今ね。それからあとファミレス系。ファミレス系もやっぱり8時までの営業となると、で、結構どこのお店も、まあ今そこに松屋もありましたけど、テイクアウトをね、遅い時間までやってますけども、テイクアウトを見てるとやっぱりテイクアウト専門のお店はまだいいんですけど、お店で食べるようなお店のテイクアウトってね、意外とそんなやっぱり出てないみたいで、特にウーバーイーツなんていうのはもう値段が高くなっちゃうんで、うちも出してますけども、そんなに入んないんですよ。で、まあそんなんでね、で、うちら飲食業って、店開けてなんぼのところがあるので、というのは今閉めてるお店もありますけど、お酒主体のとこはねもう営業できませんので、7時でアルコールの提供終わりじゃね、お酒主体のとこはもう8時ぐらいからじゃないですか、スタートがね。それはもう本当かわいそうなんですけど、私のYouTube 友達にもいますけども、いや大変だなと思うんですよ。でそれに引き換えうちら食べるところはまだランチが効くんでね、まあなんとかそれこそ本当にいろいろ今言われてますけど、協力金がなかったら本当にやっていけないですけど、多分もう去年の時点でもう、いや分かったろうな、まあ去年いろいろありましたけどね。で、そんな状態でね、今私、飲食店って、コロナ後どうなるのかっていうのがもう本当未知数なんですよね。で、ある人に言わせると、みんなコロナでね、我慢してる分、いわゆるコロナが収まったってなれば、みんな出てくるし、ストレス溜まってるからみんな飲み屋さんも行くし、もう去年のね、忘年会からみんなやってないわけですから、まあその分こう来るんじゃないのっていう人もいるし、また逆にもう、なんて言うんでしょうね、あんまり外食にお金をみんな使わなくなるんじゃないかということで、外食産業自体がもう
元には戻らないからもうダメなんじゃないかっていう人もいるし、まあどうなるかね本当に分かんないですけども。でうちみたいな、まあ、個人のお店はとにかくやり続けるしかないので、まあ、やり続けるしかないんですよね。まあそんなつぶやきでした。すいません。なんかねもう、まあめいりますね気がね。そんなわけですよ。まあまあ、 休みの日にバイク乗ってその分のストレスは発散してるんでいいんですけど、そんなことです。はい、それじゃあまた、さよなら、バイバイ。